お母ちゃん帰れない。ちょっと待って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 本当にダメ。私苦手いただきました。絶対負けない。七瀬静香の四つ葉や。悔しい。トミーさん、お願い、もう一回。僕はやっぱね、やっぱダッチューのしてもらいたい。ダッチューの時代を感じるけど、ま、いいです。じゃあダッチューの。よし、ダッチューのもらいますわ。先に告知してくれました。よかった。90分終わらせないんですよ。いや、さすがっすね。めっちゃ絵が綺麗。頼むよ。よし、さあ見せるか。どうですかね。嵐の前の静か。ちょっとやめて。ブログのタイトル負けそうだわ。さあ、いけるでしょう。頑張れ。開けろ。ブーつくな。ブー。よしよしよし。こんなあからさまに負けろとか言われることないんで。びっくりする。なかなかない。番組の対決。いや、これは私の思いだけではなくファンたっての思いです。ナナさん、僕らはファンじゃないですからね。そうですね。応援しないですよ。びっくりでも負けろ。僕ら必死なんですよ、あなたに罰ゲームさせるために。そういうこと、はい、僕らにとってのファンはね、視聴者なんです。そうですね、はい、大絶賛、はい、ね、これどうしよう、やばい。絶対勝つ。頑張れ、星3つ。ブーつくなよ、ブー。ブーだけはつくな。ブーだけはつく。よし、やばい、やばいよ。ブーつかず。よし、あとはついていいからな。ブーだけはつくな。最後のブーだけは譲れないと。ラオウ、あなたにかかっとるよ。剣王に交代はないです。どうなのレイ、星3つ際どい。あ、カットイン入った。え、カットイン入った、もしかして。お、強い強い強い。やばい、赤や。クレイジーギャーも動いてる。これは外せ、はい、よし。やばい、やばい、やった。よし、嘘だ。ちょい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 。これはあなたは強いんだ。復活ない、終わり。星流れない。流れる。こんにちはして、なんかほら一号一号。いけ。七瀬静香15120です。よし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 。今日もう私勝ちっす。あ、勝ち勝ち。え、あ、じゃあもう勝ちっすね。16000、超えました。いやー、やりましたね、勝ちましたね。茶飲んでるしな、やる言うてんのに。戦い終わったからもう、もう茶飲んでるし。もうリラックスしちゃってるじゃないですか。本番中ですよ。ほんまに、仕事中やで。すいません、うん、茶飲んでる。いや、勝ちました。勝った、はい、やだ、もうちょっとやりません。もうちょっとやりましょう。早いな、早い早い早いやいいの。ダメだ、ダメだ、もう早い。叶えちゃう。もうちょっと頑張って、もうちょっと頑張って。今まだ残してるから、残してる。もう一回やらせてください。残してるから、もう一回やらせてください。トミー勝ったな。いやー、勝ちました。やっぱ私こういうあのシダではめちゃめちゃ強いんでね。強いなーって。悔しい。トミーさん、お願い、あのもう一回。目もいとるリベンジする。ちょっとどうしよう。お願い。頑張った頑張った。耐えた耐えたぞ。いやだ、誰とか言われた。静かが、静かがもう一回そんな言うんだったらもうしゃあない。もうやるやっちゃう、うん、やりたい、うん、オッケー。ちょっと待って、こっちよ。左じゃなくて右に私いるんで。秒殺されてたやん。秒殺で脳殺されてたな。え、じゃあやってくれってことですか。うん、やったやったよ。なんでそんなアホマンみたいになってるの。今度はどんな勝負にするんですか。また同じパターンで、オッケー。
で、ただね、ただやっぱり七瀬さんもこれだったら負けてしまうとやっぱ2回負けになっちゃうんで、確かにどうしますかと。七瀬さんがもう1回負けたら四つん這いでだっちゅうのにしましょう。四つん這い1回負けたら立ってだっちゅう、負けたら四つん這いだっちゅうのにしましょう。でもこれで七瀬さんが勝った場合はどうなるんですか。じゃあ私がえ決めていいですか私。はいはい、じゃあ四つん這いになってもらって一発逆転。いいよそれ俺のやつ。究極のやつください、究極の。わかりました。もう受けたんですから。いや、まあまあ受けたからね、うん、そんなもん。あなたもハードル上げましょうか。いるかどうかは別してやりますよ。じゃあお互い四つん這いをかけた戦いってことです。40万はね、まあまあですよ。しかもやっぱりあの何回も言いますけど、コロナのね、はいはい、自粛期間があったんで、うん、その2ヶ月、3ヶ月、3P で40ですから、はい、はいはい、厳密には7ヶ月ぐらいでそれぐらいやられてるんですね。なんすか、なんすか、なになに、何が来た今。今全然ちゃうとこ行ってたはず、多分今多分全然ちゃう世界。何考えてたんや七瀬。飯考えてた。仕事中やぞ。ああ今日の晩御飯を考えるな。ああ今日の晩御飯を。この後何場で食おうかなみたいな、どこで食おうかなみたいな、ね、何しようかなって。そういうのがやっぱ男を不安にさせて、なるほどなるほど、余計なんかさせない、しないといけない。え、俺今なんかやったから、ね、やべやべ、俺今飽きられてる、うん、俺今つまらない男って思われてる、やべ、うんうん、やべってなる。そんな深い意味はなかった、ごめんなさい、すいません。あの妄想大魔王なんですよ。そうなんですよ。晩ご飯の話出てましたけど、七瀬さん食べ物何好きなんですか。ご飯ですか。私フライドポテトが好きですね。世界で一番好きな食べ物がフライドポテトで、2つ目が平天ですね。え、平天、平天が嫌い。平天が好きです。なんかあんま生活感ないっすね。なんでですか。平天とフライドポテト。いや、例えば私カレーが好きで、実はすごい作るんです、はいはい、みたいな。もうフライドポテトか、フライドポテトか。フライドポテト、フライドポテトか。なんかエプロンをしてる七瀬さんを想像したかったね。したかったのに、フライドポテト、フライドポテト、全然想像できない。具体的な何かが良かったですね。お酒飲むんですか。お酒めちゃめちゃ飲みますね、好きですよ。じゃあポテトとフライドポテト、酒ですね。あー、いいですね。酒何言っときましょう。あ、いい、え、酒、そうですね。じゃあ最初はやっぱりビールから。あー、ビールから行って、でも酔っ払いたいときはやっぱりガツンとくる系が欲しいですね。ストロングゼロとか行きたいですね。めっちゃ飲んでんな。めっちゃ飲んでんな。なんかご飯食べに行こうってなったときに、はい、男性に連れて行ってほしいところとかある。夜景の見えるいいレストランとかよりも普通に居酒屋とかの方が私は好きですね。なんか気軽に飲める方がいいかなって思います。ほんでもちろん彼氏は、うん、彼氏はその男性は白い V 字の深めの T シャツにジーパンですね。あ、いいですね。でちょっと筋肉があって、あ、そうですそうです、オラオラ系で、オラオラ系で、そうですね。で居酒屋でフライドポテト、フライドポテトとビールで乾杯やりたいですね。それ理想系ですね、私の。でストロングゼロ、あ、ストロングゼロはもう酔っ払いたいだけだけ。悪魔的ですね。そうです、危ないですからね、ストロングゼロ。ストロングゼロ危ないですね、簡単に手出せないんで。当たったんですか。はい、早い、もう。すげー、かっこいい、かっこいい、上がる、これは。なんじゃこりゃ、オスかわいい、これもめっちゃ楽しい。オスオス、ええー、なー、ちょっとバカにしてますよ、大丈夫ですか。ほんまに、あ、そりゃええわ、もうね、うん、新しかったっすね。新しかった、オス、やった、やりました、いい音、なんかよく当たりましたね。押すって言われたい。押されたい。押されたい。押されたい。どこ、どこ押したらいいですか。じゃあちなみに押されるならどこがいいですか。押されるならか。鼻の下がピノンってなる。キモいでしょ。キモいでしょ。ナヤさん、キモいって言ってください。今私はもうだいぶ仲良くなれたと思ってるので見逃さなかったです。鼻の下がピヨンってなる。一瞬伸びたの。それ見てどう思いました。恥ずい恥ずい。若干キモかった。それ見てどう思いました。
若干どころではない。私は S なんで可愛らしいなと思いました。どっちかっていうとキモいよりも。初めて褒められた可愛らしいやって。お母ちゃんシャオシャオシャオ、盛り上がってきた。トミー、ちょっと今度視聴者の方に、はい、そのクレイジーギアのおすすめの押し方を次のあたりで見せてあげてもらっていいですか？オッケーです、はい、見たい。そうですね、これから皆さん打たれるわけですもんね。そうです、そうです。あの、ナンセさんの押し方もね、できればあ、そうですね、お見せしていただいて、お互いに紹介しますか。行くかなと思って一回滑らしてから押すという。トミー、今のは。いや、もうね、まあ、なんでどれでもええっすわ。どれもいい。正直、正直ね。でもね、わかる。でもね、今ので良かった。そうなの。わかるわ。もうね、今ので良かった。ほんまこれになりたい。こうやって一回行くかと思いきや。もうこうやってもう。ドライブギアになりたい。クレイジーギア。今何番ですか？あ、今も私がリードしてます。そうですね、絶対私は終わらせない。これまた勝っちゃうぞ。四つん這いにさせちゃうぞ。こんな怖いワード。四つん這いにさせちゃうぞだよ。パワーワードだな。パワーワードだな。いいですね。今なんかレインボーやったんですね。レインボーにキリンからですね。ああわかる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 わ。なるなる。いや、だってエイリアンが出たらそれはそれぐらいになりますよね。今のね、押し方プラス声やで。ああ言うてますよ。普段はやっぱね、パチンコ屋さんではなかなか声出せないんでね。やばい、やばいですか。まさか、ちょっと視聴者の方に見せることができないまま。あかん。そして視聴者の方が望まない結果を招くか、トミー。それは嫌だ。負けたらトミーさんの四つん這いですからね。やばい、頑張る頑張る頑張れ。ちょっと待って、今日一の真剣な表情してる。背筋伸びてる、背筋伸びてる。びっくりするから真剣な横顔。ブンブン、やばい。え、あと1回ですか、バトル。はい、バトル3回あるんでね。その手、手やばい。ラスト頼む。終わる、終わるんだ。トミー、あかんわ。トミーさんを四つん這いにしたい。海王強い。あかん、羅漢劇弱い。ブーブー、光れ。すごい真剣。え、終わった。終わり。さあ、トミー。あー、え、本当に終わった。やばいやばいやばい、ほんま、まだまだ。よっしゃちょっと、ずるい、うまいな、見せ方がうまい。油断したよ、完全に終わったの。今日のトミーは一味違う。でも、ちゃっかりこういう復活の仕方まで視聴者の皆さんにお届けして。皆さん、絶対負けない。ちょっと、七瀬静香の四つん這いや。こりゃまずいぞ。キュインって言うな、キュインって言うな。よしよしよし、見せれるか、七瀬静香。もう一回、いや、こうしよう。緊張する、四つん這いしたようだってみんな頑張って。まあ、それこそこの視聴者の方は、うん、
アメリカの大統領選挙よりドキドキしてるんじゃないですかね、これ。間違いないですね。兄ちゃん、頼むよ。セリフは白。兄ちゃんもやるときはやるから。まあまあここではつかないですよ、奈良井さん、やっぱりね。ここでね、そうですよね。シャイ、やだやだやだ、もう隣のレインボーがプレッシャーになる。イエーイ、あ、私の色、あ、見て見て、すごいよ、でかいババ、すごい、初めて私でかいババ、でかいよ、かわいかった。まあ、でもまだいちいち可愛い、ビビリなんです、私ちょっと役物とかにびっくりした、かっこいい、よっしゃー、オッケー、でかいババまだ終わらせないですよ。いやー、これまだあるよ、また2万発コースですよ、これ平気で、これはすごい、うん、これ帰れないですよ今日、ほんまやわ。ちょっとすいません、あのもう帰れないって言ってもらっていいですか。これで、ああ、行きますよ、もう帰れない、あかーこれはあかん、あかあかもう楽しくて楽しくて、あかあか、離れたくない、あかん、やばい、あかん、いけいけ、6500、あ、マジで6500、あ、でもこれは大チャンスだ、どうぞ、すげえ、これで私は一歩抜けれる、あ、でも青だ、どうだ、あ、レインボーでした、背景がもうどちらも譲らない戦いですね。あなた今引けって書いてたの押してましたけど、まだまだ分かってない、押すのか引くの か, か漢字読めない。ちょっと待って、あ、とんでもないことになっとる、これはトミーが本気のクレイジーギアやる前に終わってまう可能性があるな、本気のやるまでもないわ、ちょっと、ケンシロウでいきます。どうなんだ、やっぱ怖いぞこれは、カットイン、お、いやー、まあ、マジで熱そう、よし、うわー、よしよしよし、あ、でもなんか2個だよ、海王さん大丈夫、やり返せ、あおいあおいあおい、これはやばいぞ、ちょい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 、でもさっきの復活バージョンがあるじゃないですか、そんな、うちのケンちゃん強いんでね、19回七瀬静か、お前はもう四つん這い、嫌だよ、イエーイ、また勝った、なんでまた勝った、弱っ弱っ、いやきつー、弱っ、リベンジ失敗ということですね、トミーの勝利、やりました、最悪や、さあお疲れ様でした、トミー、お疲れ様です、やりましたね、トミー、今回もあったですね、これ自分で言うのは本当に強いですね、強いですな、はい、もうファンのなんかこう、こうなんやろ、後押しっていうかね、その僕のファンじゃなくてチャンピオンみたいな、七瀬さんのね、そうそうそう、このファンがこうすごい後押ししてくれたっていうのを感じ、背負ってるんですよね、うん、皆さん本当にありがとうございます、後押ししていただいて打ってる時と全然人が変わるぐらいすごい真面目なトーンでありがとうございました。結局ね、クレイジーギアの押し方も
できなかったですけど、はい、それは残念ですけどね。まあ、みんなそんなに出す必要もなかったっていう。まあみんなそんなに別に見たくない可能性もあります。そうです。まあ今日いろいろ多分七瀬さんのに近づけるあの要素っていうのは多分この動画で相当ちいばめられてますから、はい、必ずメモしてですね、もうそれに合わせていただくと少しは出せましたよね。そうですよね。何でしたっけ？何でしたっけ？まあまああのファッションで言うとまあ単発で、うん、出てればあの色黒の方がいいし。それも言ってない。どっかそこは言ってない。どこは言ってない。もう最初の時点でもうつまずいちゃってる。うっかりカメラマン突っ込んでたの。はいはい、もう分かりました。もう動画見てくださいね。そうそう、あんまりそうそう。はいはい、ちょっと本当さらけ出しすぎちゃって大丈夫かなっていう不安が今になって、いや聞き上手すぎて、変な声もグイグイ来るんで。ね。掘る掘るでもうびっくりしたんで、不安なんですけど大丈夫なのかな。大丈夫でしょう。大丈夫ですかね。あとはまあ、こんな、ね、ジャンバリー TV がセキュララにするような番組ないでしょ。ない、はい、これからもやります。です、はい、ですです。ではそろそろ今日の1枚、はい、今日は何でしたか。テーマは一応まあ東京ホグトってことで、ホグトの剣とはみたいなんでタイトルにしまして、はい、お絵描き対決を。やっぱり奈々さんから言っていただけますか。そうですね、なんかちょっと 絵があまりお上手じゃないということで。そうです、ただ全力でちゃんと心込めて描いたんで大丈夫だと思います。それではあなたの北斗とはという、はい、奈々さんお願いします。こちらです。今回結構あのキーになるキャラクターなんですよ。チャンスアップとかで結構出てきたりとかするんで、だからこれ出てきたら前作以上に、お、ちょっとこれ当たるんじゃないかなっていうドキドキできるキャラクターを選んでみました。これ誰ですか。皆さん分かりますよね。すいません、なんかちょっと本当にすいません。仮面ライダーでも他メーカーですか。違います。今日違う。そんな気まずいこと最後にしないですよ。私大人ですよ、この業界10年やってますから。ジャギーです。ジャギー。ジャギー、なるほど。まあ、言われば、これがあれですね、要はこう、うあの鉄仮面みたいなね。そうです、うん、でちゃんとここ肩とかもつけてる。じゃあここほら見たら分かる。肩ほら、ここしたら。あ、すごいな。まずほんでね、なかなかやな。なんで左上隅に書くんですかね。構図がおかしいね。うちの小3の娘でももうちょっと上手いですね。バランスがちょっと取れなくて。私はジャギです、はい。はい、わかりました。うん、これも一応勝ち負けありますからね。そうですね、一応、はい、まあ、私の北斗と、はい、北斗勘、まさにやっぱりお願いします。雑魚キャラに始まり雑魚キャラに終わるんではないかと思いますんで、雑魚キャラで髪の毛切った後の状況。お前も構図おかしいやないか。いいでしょ、切れとんねん。全体の下の表情すごい気になる。どんな顔してるのか。あ、さっぱりしたぜってみたいな、このちょっとキャラが。これ大丈夫ですかね、私たちが今日何を打ったかっていうの伝わらんですかね。この2枚で私は分かるでしょうよ。本当ですか。私の方がもしかしたらぐらいですよ。ひょっとすればひょっとすればひょっとすれば、ね、うん、一応あのこちらのイラストはもう私のはいらないかもしれないけど、プレゼントさせていただくような流れになってますので、よかったらもらってください。ご希望がありましたらですね、はい、またあのプレゼント企画として、どうなるんですかね、これ。やりますんで、はい、ご期待ください。はい、わかりました。はい、じゃあそれでは後で罰ゲームを、そうですね、はい、ちゃんとお送りしたいと思いますので、はい、もうお楽しみにということで、見逃し厳禁。はい、じゃあトミーさんを締めてください、一応。はい、今日は北斗無双3、はい、タミーさんにお邪魔してですね、たくさんご用意させていただきました。楽しかった。また来週も来ますので。私は来ませんよ。嫌がって思ってるよ。ということで、ナイスがありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。